皆さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。本日は西武電車フェスタ2023にご来場いただきありがとうございます。ただいまよりこちらのエリアにて走行装置の研修実演ツアーを始めさせていただきます。これからこちらの臨軸エリアにて臨軸の抜き取り実演、そして皆様の右後ろ後方の奥の台車エリアにて完成臨軸と台車の組み込み実演、そしてさらに奥のエリアにてモーターの組み込み実演、その流れをご覧いただこうと思いますので、どうぞ最後までご覧いただければと思います。まずはじめに臨軸の研修実演から始めさせていただきます。臨軸班では各部品を取り外した後、次回この研修場に入場するまでに車輪の厚さが規定値に収まる軸につきましては、皆様の後ろにございます緑色の大きな機械です。それが門型車輪旋盤という装置になります。この装置で車輪をきれいに削って整います。それ以外の車輪が薄くなってしまったものにつきましては、今回の実演で使用するこちらの皆様の目の前にある装置、車輪着脱装置にて車輪を抜き取って整備を終えた新品の車輪と軸を取り付ける圧入作業を行い、臨軸を完成させています。処理作業をご覧いただきます。それでは早速作業を始めていきましょう。お願いします。まずはクレーンで臨軸を吊り上げていきます。少しでも中心がずれていると軸が大きく触れてしまう可能性がありますので、吊り上げる前に砲台南北をよく確認して中心がずれていないことを確認します。吊り上げが終わりますと皆様の目の前にあります搬送台車の上に軸を乗せます。軸の重さは単体で約400キロ、モーター車用のギア形式で約900キロの重さがあります。車輪単体では1枚あたり約300キロの重さになります。今回は実演用にあらかじめ片側の車輪を抜いておりますので約1200キロという重さになります。中古であっても非常に重たいものですので、釣り上げの際や移動の際は細心の注意を払って作業を行っています。軸が搬送台車の上に乗りましたので軸を動かないように固定します。固定が終わりましたのでクレーンを外します。今取り付けている青い筒は車輪が濡れた際に軸を保護するためのものです。はい、固定が終わりましたので搬送台車ごと奥に動かします。はい、移動が終わりました。今取り付けている緑色のホースは車輪を抜くための油を入れるためのホースです。車輪を抜くには車輪の内側から油を入れて抜きやすくする必要があるため、油投入用のホースを取り付けています。続いて
水平器を使って車軸の水平を確認します。この時水平が出ていないと車輪を動く際に車軸を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要になります。高さがずれていたり水平が出ていない場合は軸の下にあるジャッキで微調整して水平を出しています。水平が出たようです。上下の爪で車輪を一度固定し確かめます。一度開いてしっかり固定します。ただいまより抜き取り作業を行いますが、軸や車輪に傷や混在物などがありますと油がまんべんなく回ることができず抜けるときに爆発音がする場合がございますので十分にご注意ください。それでは抜き取り作業を行っていきましょう。お願いします。油圧をかけながら右側からラムという装置で軸を向かって左側へ少しずつ押し込むことで車輪が抜けます。少しずつ車輪が抜けていっていることをお分かりいただけますでしょうか。出したのが車輪を抜くための油です。今ちょっと鳴っているのが若干大きな音が鳴る可能性がありますのでご注意ください。はい、このように少し音が鳴る場合があります。ですが軸はしっかりと抜けましたので今回は成功ということになります。はい、無事に車輪が抜けたようです。車輪が抜けたようですのでもう使わない油のホースと油を取り外します。油の取り外しが終了しました。車輪を押さえていた上下の爪を解放します。この時点で今車輪は軸に乗っているだけの状態になります。油をたくさん使いましたので足元に垂れて滑って怪我をしないようにきれいに拭き取ります。拭き取りが終わりましたので搬送台車を元の位置に戻します。ここからは再びクレーンを使い抜けて軸に乗っているだけの状態の車輪を持ち上げて外します。この時もクレーンの東西南北がずれていますと車輪が大きく触れて
人に当たって怪我をさせてしまう場合がございますので、よく確認して取り外し作業を行います。できた。よし、上げ。車輪が南側の方に向かって向けます。まだ軸や車輪の内側に油が付着しておりますので、きれいに拭き取ります。車輪抜き取り作業の実演でした。本当であれば新品車輪の圧入作業をご覧いただき、その完成した輪軸を台車エリアに外したかったのですが、抜き取り作業の方が迫力がありますので抜き取り作業をご覧いただきました。もし圧入作業にご興味のある方は、そちらに圧入作業の様子を流しておりますので、この後見ていただければと思います。この後輪軸に台車を組み込む実演が隣の台車エリアにて行われますので、ぜひ。